神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。あー、たけちゃん待ってたのよ。こんにちは、いこばさん、今日も来ました。いや嬉しい。今日は何を質問してくれるのかしら。いやー、そういえばこの前帰ってからもう一回長地の女性のところを読んだんですよ。すごい。そしたらティッティの話を教えてもらってたので、なんか改めて感動しました。よかったでしょ、イスラエルに行って。そうやってイスラエルのこと、ユダヤ人のことを聞くことができると、聖書のことが改めて、あ、こういう意味だったんだなっていうところが出てくるんですね。そうだよね。もう本当にタケちゃんにイスラエルに行ってもらいたいと思うのはもうそこだったのよね。本当に行かせてもらってよかったです。あ、よかったよかった。あ、そうそう、たくさん聞きたいことはあるんですけれども、うんうんうん、今日はですね、一つ思い出したんです。イスラエルに行ってる間、日本とは全然違うものをたくさん見て疑問も持ったし興味も持ったんですけど、ツアーの間に一つ納得がいかないことがあったんですよね。おー、なんでしょう。それは土曜日の夜にホテルにチェックインしたんですけども、なんか土曜日の夜だったからなのかチェックインさせてもらえなくて、もうちょっと、いいホテルだったのでサービスしてくれるのかなと思ったら、もうただただもう待って、もう結局9時ぐらいですよ、ホテルの部屋にやっと入れてもらって、いや待ってるだけで疲れちゃいましたね。あれはなんでなんですかね。それは聖書に書いてある律法を彼らが守ってるからなの。あれも律法と関係があるんですか。関係があるの。これは安息日っていうものが書かれているのね。だからちょっと聖書読んでみようわね、はい、レビ記23章3節からなんだけど見て、6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目は全く休みの安息日、聖なる会堂の日である。あなた方は一切仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日であるって書いてある。だから安息日っていうのは全くお仕事してはいけないって書かれているのよね。それだから、土曜日に土曜日にチェックインできなかった、土曜日に誰も私たちのことをお世話してくれる人がいないからっていうことなんですか。そうじゃないの、そうじゃないの。荷造りをする、お客様が荷造りをするっていうのは仕事なの。先に泊まっている人たちが
そこから動いてくれなかったってことですか？っていうことなのよ。そうなの？あの安息日っていうのは、うん、金曜日の日没30分前から始まるの、うん、そして、土曜日の日没30分後に終わるの、うん、へー、だから25時間が安息日なのね。日没になって30分後になると、あ、安息日が終わったから荷造りしましょう、やっと荷造りしてお部屋から出てきましたって時はもう暗くなってるのね、うんうんうん、それからチェックアウト、なるほど、それからメイドさんがお部屋に入ってお掃除、なるほど、でだからじっと待たされているのは土曜日の夜にチェックインする人たちなのよ。普通はだいたい11時頃がチェックアウトする、だけど土曜日だけはあの国では日没、土曜日の日没終わってからでないとダメなの。へー、じゃあ日没になったらその人たちはホテルを出て、ホテルの人が慌てて準備をして僕たちを入れてくれたっていう、おばさん言ってたけど、金曜日の日没の30分前から土曜日の日没の30分後ということで、1日の24時間じゃなくてプラス1時間で25時間、それが安息日。土曜日の朝から夜までじゃないんですね。そ、あの国は聖書が基だから、あ、聖書の創世記の、うん、天地創造の場所を見ると、うんうんうん、一章五節では、神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた、こうして夕があり朝があった、第一日、うん、8節を見ると大空を天と名付けられた、うん、こうして夕があり朝があった、うん、第二日、うんうんうん、夕から始まってるでしょ、うんうんうん、必ず夕から始まってそして朝があって、うんうんうん、一日が始まってるわけね、うんうんうん、だからこの暗くなるところから始まる一日を過ごすこの民族は、うん、どんなに暗い人生を歩いていても必ず光の時が目の前に来ているのだという、うん、そういう考えをいつも持ってる民族なの。創世記で夕があり朝があって大何日ってなってるから彼らは一日を日没から数えてる。日没っていうのは大体のところしかわからないよね、うんうんうん、だから日没になりそうだからじゃあ仕事を辞めましょうって言ったら日没になってしまって、まだ仕事をしてるって言うと罪になるので、 その30分前、うんうんうん、30分前に日没になったと考えてもう仕事を辞めちゃう。へー、そしてあ、日没になったからって荷造りし始めたら実は日没は1分後だったって言うと、うん、またそれも罪になるので、うんうん、日没の30分後まで働いちゃいけないってね、そういうふうに決めてるよ。最初から30分前と30分後までをもう計算してるっていう感じなんだ。だから25時間が安息日なのね。変わってるんですねいやーでも面倒くさいこといっぱいしなきゃいけないんじゃないかなっていろいろ想像するけど、ホテルのこと以外にも面倒くさいことが起きてくるんじゃないの？それそうそうそう、もうたくさん面倒くさい、私たちにとっては面倒くさいんだけど、うん、彼らにとってはそういうふうにして育ってるから面倒くさいとは思わないんだけど、出エジプト35章の3節に、うんうんうん、安息の日にはあなた方のどの住まいのどこででも
火を焚いてはいけないって書いてある、うんうんうん、だからホテルにいるお客様は、うん、運転できない、エンジンをかけると火をつけたことになるので、どこも行かれない、うんうんうん、荷造りもできないし運転もできないし、バスは走ってないし電車も走ってないし、結局どこも行かれないっていうのが安息日なんですよ。へー、だからそういうどこも行かれないっていう、その火をつけちゃいけないっていうことに縛られて、うん、この25時間っていうものはのんびりとホテルで過ごす、これが安息日ね。へー、そうなんだ。いやー、面白いことをまたちょっと教えてもらったな荷造りをしちゃいけないって言うけど、服を着替えるっていうことはしてもいいの？洋服着替えるっていうのは仕事じゃないでしょ。それは仕事にならない。な、仕事にならない。で、車には乗っちゃいけないけど、どれくらい移動していい？歩くっていうのは900メートル以上だと仕事になる。だから900メートルは歩いていいわけね。ホテルで上に行ったり下に行ったりすることも、階段は？階段を上る降りるは家の中にも階段があるから大丈夫。それは仕事にならない。だけど、うん、エレベーターに乗るのにエレベーターのボタンをポッと押すと、うんうん、それは火をつけたことになる。そうか。だから、あ、この宗教的な人のためにどのホテルも、うんうん、安息日エレベーターっていうのを置くんですよ。で、それはボタンを押さなくっても、うん、1回1回登って1回1回降りてくるから、そのエレベーターの前で黙って我慢して待ってれば、いつか扉が開くから、うんうん、そこに乗っかって、そしてじーっと我慢してれば、うん、一回一回しているうちにいつかは自分の階に到着するという、これが安息日のエレベーター。日本人行ったらちょっともうイライラしちゃって乗れないんじゃないか。そうなの。日本人のお客様で、あの、ちょうど空いてるからそこへ入ったら、うんうんうん、いくらボタンを押しても効かなくて、一回一回止まって、もうその安息日エレベーターから出てきた時にはもう髪の毛全部突っ立ってるぐらい腹立てて、なんだこのエレベーターはって怒ってる。いや、そうだよね。他にはどんなことがこう安息日で禁じられてるっていうことがあるんですか？エレベーターのボタンを押しちゃいけないのね、うんうんうん、だから電気をつけたり消したりするのもいけないの。だから、あ、暗くなったら電気つけましょうっていうことはできない、うん、困っちゃいますね。でも今はほとんどの人が安息日タイマーっていうのを使ってるんですよ。何時頃に暗くなるからポッと電気がつくように、そして何時頃には寝るからポッと電気が消えるようにタイマーをしてるんです。そしたら自分がつけなくても自動的についてくる。そうそうそう。だけど、うん、あ、シャワー浴びる時の湯沸かし器ってあるでしょ、うんうんうん、あの湯沸かし器は一旦つけたら自分で消すまでお湯が沸いてるわけ、はいはい、それを安息日なる前につけて消すのを忘れたら、うん、もう沸騰し続けて時には壊れてしまうわけね。そうすると彼らは、あ、外に行って、うん、異邦人を探すの、うん、ユダヤ人じゃない人たちを探して、うんうんうん、ちょっとすいませんけど、うちに来てこれを消してくださいって頼みに来るの。すごい徹底してるんですね。
そしてまあ異邦人のお友達をいる人がいい、そういう人はいいんだけど、うん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 、そういう人じゃなくっても外歩いてる人、あ、異邦人人らしいっていうのが分かったら、うんうんうん、お願いだからうちに来て止めて消してくださいっていう、大騒ぎになっちゃうね。大騒ぎです。うちの主人が声かけられて、うん、そして、はい、わかりましたって家の中入って消して、うんうんうん、出てきたんだけど、もうそれぐらい徹底してる。大騒ぎですね。まあ私たちにとっては大騒ぎだけど、うん、そういうふうにいつも育ってた彼らには大騒ぎじゃないんですよね。それを言うこと聞かない、うん、そういうことをしないっていう方がなんか気分が悪い、うん、一生懸命頑張って守ってるっていう感じはないんですか？当たり前、うーん、当たり前という思いで育ってるから当たり前と思って守ってる。でも火をつけちゃいけないっていうことは、ご飯を作ったりすることはどうするんですか？いい質問。火をつけることも消すこともしちゃいけないの、うんうんうん、それでこの必ずユダヤ人の家にあるのが安息日コンロっていうのがある、うん、ちょうどガスの種火みたいなちっちゃなもんなんだけど、彼らは大きなお鍋があって、うん、でそのお鍋にお肉とお野菜といろいろ入れて、うんうんうん、もちろんスープの素も入れて、うんうんうん、そして密封されているような入れ物がその中に入れることができるのね、うんうんうん、でそこにご飯をお米を入れて、それでお鍋の中入れとくの、うん、そして蓋をして、これが日没30分前につけておくわけね、うん、消せない、うんうんうん、25時間消せないのね。でずーっと25時間経って、 いよいよ安息日明けでお食事ですよって言ったら、あ、美味しいシチューができてて、その密封された入れ物の中にはほかほかのご飯ができてる、そういうものを使ってるわよ。じゃあ安息日の間には何にもしないけど、その長い25時間かけてグツ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 と料理が作られている状態が保たれてる。保たれてる。でも25時間何も食べないわけじゃないから、うんうんうん、冷たいものは大丈夫なのね。だからサンドイッチを食べたり、うんうんうん、火をつけたり消したりしなければ大丈夫だから、サンドイッチを食べたりしながら1日過ごしてるわけ。あ、ホテルの人も家で過ごす人も両方いると思うんだけど、何して25時間彼らは過ごすんですか？ホテルの人たちっていうのはジャクジに入ったり、サウナに入ったり、うん、泳いだり、うん、そういうマッサージをしたりってね、そういうのんびり一日過ごすためのホテルに行くんだけど、うん、家にいる人っていうのは、ユダヤ人の場所、必ず900メートル以内に公園がある、うん、へえ。でその公園に子どもたちを連れて行って、親子一緒に楽しく遊ぶ。へえ。だからもう子どもにとっては、うんうんうん、安息日が待ち遠しくて仕方がない。へえ。もうすっごい子煩悩の人たちなのよ。それは子供にとってはとってもいいですね。それで、まあ、家族を大切にしてるっていう感じがあるんですね、じゃあユダヤ人。もう家族がものすごい仲良しっていうのがユダヤ人なんだけど、その安息日に公園に連れて行くっていうだけじゃなくって、うん、家で、お勉強も手伝ってあげるし、うん、あらゆる練習、音楽の練習だとかいろいろ練習も手伝ってあげるし、だからこのユダヤ人の中に優秀な人物がたくさん出てきて、ノーベル賞なんていうとユダヤ人が一番多い、うん、
っていうのはやっぱり親がいつもお勉強のことも見ているし、楽しくお遊びすることもしてあげるっていう子煩悩だから。そっか、子育てについても大事なことをなんか表してるんですね。じゃあね、そうなのよ、うん、あ、そういえば安息日っていうと、僕たちはあの日曜日に今礼拝に行くんだけれど、はい、ユダヤ人の人たちはその日没から次の日没までの安息日に礼拝はするんですか？あ、日没の始まりっていうのが1日の始まりでしょ、はい、だから安息日の始まりに礼拝堂に行って会堂って呼ぶんだけど、そこで、御言葉を習って祈るのね、うんうん、この街道というのも必ず家から900メートル以内に、備えられてる。へえ。いや、また今日も何か新しいことを教えてもらって本当に嬉しいです。たけちゃんのその質問っていうのがものすごく嬉しいの。いや、イスラエルに戻ったような気がするの。もう行ったらもう知りたいこととか分かんないなっていうことがもう山ほどあって、やっぱり今度もう続けてまた聞きに行きたいと思うので。いや、もうたくさんたくさん聞いて、うん、だけどその前にね、どう思う？安息日をこんなに一生懸命守ってるこの聖書の人たち、うん、でも私たちも聖書の人たちでしょ、うんうん、そうでしょ。どうしてクリスチャンは安息日を守らないと思う？あ、金曜日の日没から土曜日の日没までをユダヤ人のように過ごしていないっていうことですか？働いちゃいけない。不思議ですね。そうでしょ、うん、どうしてクリスチャンがそれをしないのかっていうのが、うん、ここに答えが出てるの、これは、イエス様がおっしゃった言葉なのね、うん、これはマルコ2章27節に、安息日は人間のために設けられたのです、人間が安息日のために作られたのではありません、人の子は安息日にも主です、っておっしゃってるの。まあ一体これはどういう意味なのか、うん、これは安息日は人間のために設けたっていう言葉が大きな鍵になるんで、うんうん、この安息日は神様が人間にプレゼントとして作られたもので、うん、設けられたもの、うんうんうん、だからプレゼントなんだから、うん、絶対的に守らなきゃダメよっていうことではない。そういうことなんだ。それにイエス様は安息日の主ですから、うん、イエス様に仕えているっていうことが安息日の主にいつも仕えているという、うん、そういう意味になるのよ。だから私たちが立法的になる必要はないのね。立法的にならないんだけど、安息日のことはどういうふうに大事に今思ったらいいんですか？日曜日に教会に行くでしょ、うんうん、プレゼントなんだから、うん、土曜日じゃなきゃいけませんよっていうわけじゃないでしょ。そういうこと、うん、だから日曜日に礼拝して、うん、でも私たちは6日間はしっかり働いていいけど、うん、7日目ぐらいにはちゃんと体を休めなさいよという体に作られているので、1週間に1回はそれが月曜日でも水曜日でも何曜日でもいいから、うん、1週間に1回は体を休めた方が神様が作られたその通りにいつまでも元気でいれるんだという心構えは必要だと思うわ。なるほど。いや、新しい気持ちで日曜日の安息日を過ごせる気がします。
ああもうそれを楽しんで、うん、プレゼントだからね、楽しんでね過ごしてちょうだい、うん、じゃあまた今度たくさんの質問を持ってきますね。あもう楽しみに待ってます。それでは本日のおさらいをします。どうしてイスラエルは日没から一日が始まるのか。創世記一章で夕があり朝があった第何日と必ず夕がありから始まるからである。この民族は夕方から一日を数えています。どんなに暗い人生を歩んでも必ず光がやってくると信じている民族です。聖書の民ユダヤ人はどこまでも聖書に即して生きようとしています。では皆さんまたお会いしましょう。シャローン。